先輩がここに来るのは初めてですか？初めてです。サバンサーミーさん、お邪魔してます。はい、お世話になっております。そしてお世話になっております。お世話になってます。ありがとうございます。そして今回ダンプチャンネルでちょっとね、ご紹介させてもらいたい商品があるんですよ。少し前に俺聞いたんだけど、なんかとんでもないものがあるって。どんな商品かだね、俺ほんと気になって、何なのってなかなか教えてくれないの。はい、でこれは長距離運転手、むしろ中距離、短距離でも全然お構いなしで使える商品だと思うってことで。そうですよね。だからトラック運転手には持ってこい的な、むしろキャンプ用品とか車中泊でも全然使えるっていう。最初言わないと分かんないですね。ポータブル電源です。ポータブル電源、はい、デルタマックス2000。デルタマックス2000。どういったものなの、簡単にざっくり言う。まあ普通に持ち歩き用充電ですね。それ本当にポータブル。ポータブルな感じ。へえ。使い勝手が、自分も今使ったことがないから、どんな使い勝手になるのかっていうのをちょっと、感じてほしいなと思ってるんですよ。運転手さんね、持ってこいってことだよね。多分そういうことでオファーしてきてくれてると思うんで。少なからず打ち合わせしてますけどね。いいですね。はい、乗り込みましたね。車内に乗り込みました。乗り込みました。はい、こちらです。ドン、来ました。来たよ。エコフロー社っていう会社さんなんですよね、うん、エコフローマックスって書いてありますね、うん、こちらの紹介ということですね、うん、はい、これ結構重たかったっすね。でもそれだけの充電力を、破壊力を秘めてますから、うん、ちょっとこの A4 のバインダーがあるけど、うん、そう、 A4 サイズで比べるとこんな感じですね、うん、どうでしょうか。そうだね、はい、A4B5 ぐらいあんのかなこれね、うん、B5 よりちょっと大きいぐらいかね。男性が持つ分にはいいけど、うん、女の人一人多分無理。女性だと一人じゃちょっと、いや俺一人でも多分無理だったこれ、うん、まあ一人でもギリギリ大丈夫かな。でも重さは結構ありますね、うん、はい。でちょっとこれサイド行きましょうか。はい、こちらと来たよ。こちらが USB になってて、すげー、こんなにソケットついてんの。ソケットすごいですよね。これ4つと、うん、あとこれね、オンにすると、うん、今100%、 もう新品で送られてきて充電しなきゃと思ってやるとしたらもう 100% でしたね。あ、今これバッテリー充電がもうほぼ、あ、本当に 100% ですね。 100%、 はい、でこの左がよくわかんないんですけど、これ右側のこれインプットとアウトプットっていうのがあって、まあこっちが出しているものと、まあ繋いでいるものでもらっているものの数値がこれ出るんですよ、そのまんま、うん、でこれ逆側、さっきこちらでパコッと開けるとここに、はい、充電できる感じで。こんだけコンセントですね。コンセントやばいですよね。しかもこれ三つ股だから、これ海外仕様でも使えるってことですね。そう、もちろんむしろ投光器使えるよこれ、うん、あ、投光器さっき自分やりむしろ現場で使えるよこれ。あ、ですよね、うん、はい、だから職人さんに持ってこいじゃないこれ。もう使えるんですかね。はい、いいですよね。これソケット、これ何ソケットありますよ、はい、まあこんな感じになってますね。置き場所別に困んなくない？だって普通のさ、はい、クーラーボックスと同じぐらいじゃん。あ、そうですね。あ、しかも自分気になったのがダンプって結構バカバカ弾んだりするじゃないですか、うん、するんですよ。トラックもまあ弾むと思いますけど、うん、これを自分なんかそっちの助手席に置かなければいけないと思ったんですよ。あ、助手席の足元とか。そうそう、足元に、うん、でもここでも大丈夫そう。これでまずちょっと走ってみましょう。なるほどね。はい、じゃあ、はい、こっちら辺実際動きますよ。揺れ具合を今ちょっとスピード出しますよ。どうですかその揺れ具合は。いや全然すごいね。ちょっと急ブレーキ気味に、あ、全然来た。今急ブレーキしましたよ、うん、これ重心がすごいわ。自分今初めてこのダンプに乗せて走ってみたんですけど、実際走行してますからねこれ。そうそうそう、全然揺れないね。揺れないですね。ここに置くってイメージしてなかったんですよ、うん、助手席の足元とか。そうそうそう、そこしか置けないなと思ったんですけど、こんなに揺れないんだったらそのまま置いとけますよね。置ける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 。ちょっともうちょい一回ブレーキ踏みますよ、うん、ちょっと強めのブレーキ出る。これぐらいです、まあ、結構ブレーキ踏んだよね、はい、うん、でこれぐらいですから、これ倒れないですよね、まあ、これむしろ心配な人ってね、はい、例えば片箱気味に下にほら、あ、そうそうそう、 DIY しちゃえばいい。そうそう、 DIY で箱につけてもいいし、うん、受け皿つけてもいいし、確かにそこにもう据え付けで置けるような感じにするっていうのもあるんですよね。本当にそう、これトラックとダンプの感じの、まあこれ 車両にも車種にもよりますけど、うん、揺れはどうですか。なんか揺れる感じしません？ああ、まあそうだね、やっぱり荷台が積んでない分ね、はいはい、多分積んでればまた違うのかなと思っちゃう。まあ一応このただ何も、据え付けをするな、固定をする必要がなくても一応まあ大丈夫そうだなって感じあります。こんな感じですね。これすげえわ、うん、これだって変な話ここのこの取っ手をね、なんか DIY すればまた違うからね、はい、これ
あの撮ってるところ仕上がるみたいな。そう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 、あのアートトラックとか乗ってる感じのこと、まあ、丸先輩そうですけど、なんかそれを飾りたくなっちゃう感じにもなるんですね。そうだねこのいやこれすごいよ、だってこんだけコンセントついててさ、ええ、ソケットついて Bluetooth 飛ばせるって、そうアプリでこれ管理できるって書いてありましたね。すごくない、 Bluetooth を飛ばせるのすごいと思うね、はい。どうしたの瞬間いきなり、はい、なんか息苦しいの、はい、なんですかこれ。息苦しいじゃないですよ。どうしたこれは、あのコロナ対策のやつ、オゾン発生器。これいきなり何やんの。これ坂本社長って方、自分スポンサーしてくれてる方がいる。ああ、あのメガネかけた、メガネかけた方です、はい、はい、が今これね、あの取り扱ってる商品で、はい、こういうのをそのまま置いとく。これはまあ別に普通に、電気そんな食うもんじゃないから、あ、要は、はい、大気中のウイルスを除去。そうですそうですそうです、これはもうコンセント繋いでるの、うん、コンセントは繋いであります。この掃除機は何、仕込み、え、正直仕込み、電源つけて使えれば使えるってことだからね。はい、ね、うえー、ここ、あ、こういうとことか、ほらちょっと思ったんですよ。自分家に掃除機があって、これダンプとかでも使えるじゃないと思って。こういうところとか、なんかやっぱ汚れたりするじゃないですか。まあこれはあくまでもハウス用だからね。ハウス用ですからね。これはハウス用だからね。そう、埃とかつきますからね。まあこんな使い方しないけどもう少し小さなね、コンパクトなやつだよね、ほんとね。ですよね、うん、おい、出た、出ましたね、これも。え、ドライヤー使ったりするんですか。でも運転ドライヤーする。あ、ほんとですか。固めてきてるんだですね。これでどんぐらい使ってる感じなんですかね。じゃあ、はい、全開でカーボン、はい、あ、ドライヤーって結構使うんだ。すごいな、掃除機1160で、こっちも一緒に使ってみましょうか。掃除機何近いのそれ。おい、ドライヤーと掃除機で1450。ドライヤー消してください。あ、ドライヤーってこんな強いんだ。おー、ゼロですね。ドライヤー1200ワット。どれぐらい使えるのかっていうのは、今ここのまあダンプとかトラックとかの長距離で使う人いるかもしれませんけど、それこれで使えるんだったら、まあ、いくら何を使ってても、もうめっちゃ持つ感じですよね。その持ち具合がどれぐらいなのか分かんないですけど、こんだけあれば十分だった、はい、しかもこんだけ全部、むしろこれ全部ソケット埋めてもいいぐらいでしょ。そうですよね。そう、全然いけます、全然いけます。はい、ノートパソコンとか、はい、そうですね、ノートパソコンあればやっぱ使うよ、ですよね。いつもだってデコデコからあの電源取って、はい、ああ言ってましたよね。自分も昔デコデコ使ってました。配線がめんどくさいのよ。ああ、確かに確かに確かに。これ配線いらないよ。いらないですね、ただそのまんまだから、うん、これ欲しいね。これでももらえないですから、はい、それは仕方ないですね。ないかな。いや、ちょっとあのくれるかな。お会いしてみます。はい、無理だと思います。ダンプの中だけで使えるものって言ったら、まあ、今こんなもんしか持ってきてないですけど、まあ、ドラッグドライバーさんならね、うん、パソコン、うん、まあ、使う人はいるから、うん、あとドライヤーも使う、うん、女性の方も使うし、うん、男性の方も使うから、うんうんうん、あと電気ポット、あ、電気ポットも使うんだ。例えばカップラーメン食べたり、はい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 、あ、そっか、雨で外で作業してて、ね、はい、びっちょびちょになる。ああ、ねえ、そっか、そういう使い勝手も。その後びっちょびちょになって髪を、女性の方もさ、はいはい、男性の方も出る。確かにドライヤーいけるじゃん、これいけますね。はい、これ今回は今ダンプの中で使えるような感じの簡単に、まあ、想像させてもらいながらやってたんですよ、自分たちで。この後はさてどこ行きましょうか、これを使い勝手もっと発揮したいじゃないですか。キャンプ場行どんな感じで、ね、これ使えるのかっていうのをもっと幅広くですよ。リアルに使ってみようよ、これ。そうですね、ちょっとバーベキュー行きましょうよ。そうね、はい、ちょっと試そうよ。そうですね、悪いとこ探そうよ。はい、じゃあレッツラガー。さてバーベキュー会場来ました。はい、はい、デルタマックス、はい、2000、はい、バーベキューで、まあ、使うものではないと思いますけど、まあなんか使えたら面白いじゃないですかということで、今回持ってきました。これレンジ、はい、電子レンジ、そして今回使うのは電子レンジと炊飯器。これね、炊飯ジャー、ちなみにピザ入ってます。はい、そして炊飯ジャー、これも、はい、米入って、もう結構炊けてきてますね。炊けてきてんだよね。ちょっと少し言っちゃう、大丈夫、あ、もう大丈夫、もうこれもね、はい、はい、そしてトースター見てください、こっち持ってきてください。はい、トースター、マサトースター、はい、はい、今これを用意してます。でこれを今、あ、もうこれ炊飯器使ってる状態、じゃあ1個炊飯器ですね。じゃあ炊飯器使ってる状態、これは早速もう見させてもらいましょうって、はい、何もなってない、はい、まだ入れてないから、あ、入れてないか、はい、あ、今入れました、今炊飯をオンにしました。
はい、これが今、炊飯器のやつでこっちに何だろうな、反映されないですよね、数字が。炊飯器はまだ結構時間かかるんですか ね。今3分ぐらい待ってましたよね、うん。でじゃあちょっと1個新しいのタコバッチのところにある、はい、トースターをお願いします。はい、メモリは2分、2分動いた、動きました。あ、本当だ、もう来たぞ、伝わってきたぞ。あ、本当だ、これの違い面白いですね。わかりやすい。これが今トースターをつき始めて740ワット、これで750ワット使ってる。じゃあピザやってみましょうか、レンジで。はい、トースト、これでトーストですね。はい、はい、4分。おい、回ってるよ、回ってますね。おお、1950ということはレンジが今1200ぐらい使ってる。でこっちがのトースターが750使ってる。はい、でも今限界値が今1950、うん、2つでこれ1950って感じですね。はい、一応でもこれも動いてるからね。ほら、うん、暖かいこっちがちょっと今のところ不明ですけど、はい、はい、できたっぽいね。はい、できたっぽいよ。噛んできました。おー、めっちゃうまそうじゃないですか。これが今もう切ってあるよね。でバターをつけて食べましょう。はい、もうあの指でなぞってください、ね、指で。いいですか、いいっすね。現場でパン食べてると初めてみたいな。おお、めっちゃカリカリ、カリカリ、え、何、カリカリ、サクサク、あ、カリカリね、美味しいですか。美味しいです、いい感じですね。いいね、はい、チンになりましたよ。はい、なりました、ね、どうぞ。このデルタマックス2000で、はい、できたピザ、ピザ、おい、見てこれ、見てよこれ、わかる、マルゲリータ。あ、ちゃんと、じゃあ食べてみて。いや、熱いよねこれ、これ熱いよこれ、いいじゃないですか、熱すぎる。ああ、じゃあちゃんとできてるってことですね。チーズ見て、お前チーズめっちゃ、ほら、はい、うまいよ、はい、いい感じですね。バーベキューで食べるピザっていうか、デルタマックス最高じゃないこれ。こういうとこがすごい。はい、ただ持ち運びはちょっときついかな。車が遠いじゃない、きついかな。まとめようとしてますね、ちょっと待ってください。はい、いいですね、ありがとうございます。それでは美味しくいただきましょう。はい、ちょっと今からやりたいことは、デルタマックス2000は2000ワット以上いったらブレーカーというかなんか上がるのかみたいな、それをちょっと試したいじゃないですか、やっぱり。次は待てば何やるんですか、それ。このね、あれ、いや発音おかしいし、俺もそうだったけど。はい、じゃあ行きましょう。あ、チンじゃん。それそのままでいいんですね。はい、とりあえずね。すっげえワイルドですね。はい、はい、でこちら、こちら、はい、ちなみに今もう200ワット、今あ、設定、あったもん、もう設定された。あ、じゃあもう熱々ですよ。熱々になりました。はい、いや、あ、ほんと立ち上がってください。250、なんかゼロになったりしてるな。これは安定をしてない感じだ。200いきます、レンジ、はい、ピ、はい、レンジ、はい、こっちはやりました。あ、もうやってますよ。あ、電気ついてますね。はい、そうすると、あ、2000超えます、そろそろ。ちょっと、あ、2000超えました。レンジパー強いね。ブレーカー落ちるよ。ブレーカー落ちるでしょうか。懐中電灯、いや、2000までこれちょうどギリギリ、2000前後なんすよ。なんかやる、これだったら、いや、なんか振ってもいいんじゃない。それもっとあの温度上がんないですか、設定温度。もう無理、200が限界です。ということは、自分らこれ今2000以上だったら上がる予定だったんですけど、あ、今これチーンっていってますね。もうね、行っちゃったね、これ。とりあえず上がらなかったですね。さっき何回もやったもんね。はい、落ちました。一回落ちたんですよね。これが炊飯をしてる途中の時は2800ぐらいまで最高いったんですよ。2800まで最高見えて、その瞬間に電源が切れたんです、はい、それをお届けもう一度させようと思ったらできなかった、はい、これが保温中になってるから。じゃあ自分たちが今、まあ普通にこのバーベキューやる時にこんなにやることないと思いますけど、まあちょっとね、試しに、はい、試しに、そうですね、デルタマックスを使って、はい、どんだけの、ね、消費電力を使えるのか、はい、やっぱり2000を超えると、はい、落ちます、落ちます。それはそうっすよね、実証したからね。そうっすよね。はい、でしかも、はい、ピザもいけた、トーストもいけた、はい、でご飯も炊けた、炊けてます。ヘアロもいける、ヘ、うん、アドライヤーもいける、うん、ノートパソコンもできる、はい、ね、これもしかしたらネイルもできちゃう、ネイルブラックライトで照らしてこうやってね、はい、できちゃう。コンセント用品なんか何でもいけないよ、これ。何でもいけます。むしろこの冷蔵庫持ってきてもいいぐらいで必要ないけど。はい、まとめ、まとめ、はい、今日一日デルタマックスを使ってみて、はい、どうでしたか。こんなに容量を使うことないっす。そうね、普段ね。でもこれ一気にですからね。でもこれって大体その何時間持つとかっていうのもこうやって出ますんで、デジタル表示がね、これあれだよ。
ありがたいよ。これはありがたいですね。わかりやすいですね。むしろ携帯と一緒じゃん、液晶がついてさ。今これまだトースターついてる状況ですからね、750ぐらいなんですよ。はい、ね、こういうのがわかりやすい感じで、まあダンプでもトラックでもなんか使える感じっていうことですかね。そうだね。むしろレジャー乗用車でも全然いけるんじゃない。むしろ例えばハイエースワンボックスとか、はい、あ、まあまあそうですね。で車中泊する人にはやってこい、はい、これ海でも使えるし、はい、山でも使えるし、川でも使える。使えますね。でもなんか持ってく人が男の人じゃないときついかもしれない。そうだね。あとは場所によるよね。はい、まあメリットデメリットありますよね。どんだけのだって、パワーを充電できるようなものっていうのがね、ちっちゃかったらそんなに入らないですからね、そのエネルギーが。こんだけのものできちゃうんだもん。大げさな。はい。これがこのデルタマックス。はい。来ちゃう。はい。これやべえやつ。そうですね。ただやっぱ人もそうだよね。はい、デルタマックスだけに限らずさ、はい、シュンタもそうだし、ナカバチもそうだし、サムライもそうだし。はい、やっぱいいところ悪いところあるよ。まあいいですね。それもまたいいです。確かに。そうですね。付き合ってる彼女にしても、はい、付き合ってるね彼女にしても、はい、いいところ悪いところある。はい、完璧なんて多分ないんだよ。それはすごく思います。はい、デルタマックス2000の紹介をさせてもらいました。はい。すごい素人ながらのざっくりな説明になりましたが。ワイルドだったろ。We are forever learning, one step at a time.